陈康夫首相和夫人、女士们、朋友们，我们在会谈中开始规划未来，包括高层的往来、经贸的合作、防务的合作、地区和国际事务的交流与磋商。尊敬する記念の年に胡錦涛国家主席の訪日が桜の咲く頃ございます。また洞爺湖の G8 サミット、そして北京オリンピックと日中関係にとっては重要なイベントがたくさんございます。戦略的互恵関係、この構築を目指す千載一遇のチャンスでございまして、私は2008年を将来にわたり末永く明記される日中関係飛躍の年としたいと考えております。乾杯。